新生愛知は、旧民進党、日本労働組合総連合会系の日本の政治団体。愛知県議会の院内会派は、新生愛知県議団であり別組織である。2018年2月3日に、名古屋市内で設立総会を開き、民進党の愛知県議会議員、名古屋市議会議員、その他市長議員が参加し、95名で設立された。 愛知県内最大の民進党支持団体である連合愛知は新生愛知と政策協定を結び推薦する方針を示した。設立当初は立憲民主党からの参加議員はなかった。先の第48回衆議院議員総選挙で民進党が分裂。そこで地方議員として 民進党に残った愛知県地方議員が2019年の地方統一選挙に向けて設立した立憲民主党の合流を視野に入れている当時立憲民主党希望の党との国会での連携を目指してきた民進党代表そして愛知県連代表で自身が愛知県選挙区選出の参議院議員である大塚洸平代表は歓迎を表明した2018年4月 立憲民主党愛知県連は方針を転換し、当初認めていなかった、所属議員の申請愛知への参加を容認した。2018年5月の国民民主党の決闘後も、民進党を離党して、立憲民主党へ移った議員、無所属となった議員も、申請愛知にはそのまま在籍している。愛知県議団団長、谷口智美副団長、高橋雅子幹事長、 長江正重、ありがとうございます。